こんにちは、シュルルです。今回は1999年8月発売のプレミアムパック1の相場ランキングをお届けいたします。知る人ぞ知る東京ドームでの凄惨な大事件を引き起こしたパックですね。それでは早速参りましょう。第10位、大砲だるま900円。第9位、カエルスライム1100円。第8位、ツルプルン1100円。この3枚はハズレ枠3兄弟のイメージが染みついてますね。第7位、メテオドラゴン1600円。第6位、クレセントドラゴン1800円。第5位、気まぐれの女神1800円。このパックを代表するあの2枚以外で唯一の効果モンスターです。第4位、ダンシングエルフ2300円。さあ次からトップ3に入ります。第3位、封印されしエクゾディア3300円。かれこれ10回以上も再録されているエクゾディアですが、今回のパックが初収録となります。なお他の4枚のパッチカードはブースターパック及び攻略本の付属カードで収録済みの状態でした。第2位、コスモクイーン3800円。攻守ともにブルーアイズにわずかに届かないステータスとなっています。当時は第2のブルーアイズとして活躍したりしなかったり。第1位、トップレア時の魔術師4500円。他のカードは全てウルトラレアですが、このカードのみシークレットレア仕様となっています。原作やアニメでは幾度となく登場しているカードですね。それでは今回の一覧に移ります。3兄弟はお持ちの方も結構いらっしゃるのではないでしょうか。私は大砲だるまだけ持ってますね。ということで本日は以上となります。最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。それでは失礼いたします。